こはプレゼントボックスですね、画面の右に残り人数が出てて、まあ、それでなくなるので、ちょっとね、上からまず、ここら辺はね、星3ですね、フランス代表とか、とか、あ、何枚も同じになるな。じゃあまとめて、6枚もあるわ。じゃあまとめてやりましょう。この瞬間、期待を込めて。素材ですね。使ってないな。これ出たけど全く使ってない。じゃあ、ナショナルシリーズ確定、これも何枚かあるみたいですね。あ、わかった、枠がいっぱいなんだ。ちょっとカードを今500枚までだったかな、持てるのが。 あと無料のガチャも来てるな、画面右下。500分の500、ちょっとねカード整理します。でまたガチャ回します。まず無料のガチャ来てるんで、4月26日まで感謝祭11連あ109以上確定なんだ。これまずしましょう。運命をボールに託して。あー、スタンドの旗が赤なんで110までかな。あの旗が金色だったらもっといいのは出るんですけどね。枚数欲しいな。じゃあ、あ、いいね、ここら辺。日本代表はね、素材で使ってるので残してますね。あ、1枚か、残念。お、111、まあまあじゃん。でもね、ちょっと使いにくい。115ぐらいまであるんですよね。あ、そうっすね。あとはさっきのプレゼントボックス戻るか。もう終わってるの。あー、まだこっちもやってんだね、感謝さん。なるほど、はい。じゃあちょっとプレゼントボックスちょっと続きをやりましょう。どこでかな。コラボを、おー、じゃあここら辺回しますか。これは代表のユニフォームを着た素材がと星さんとか書いてないから、123のどれかかな。4枚あって、星1、星2、星3ってあって、どれかが出るってことかな。代表のユニフォーム着た素材が。ちょっとあんまり期待値高くないですね。白が1で、黒が2で、この金色が3ですね。期待を込めて。OKOK、3。何枚出るか分かんない、4枚のうち。あー、これ1。2。3。はい、あ、さっきの坂も出てる、うん、まあまあまあ素材ですね。そしたらここら辺がね、前は1枚ずつだったのが、もうまとめて引けるように、同じ種類のカードがあったらまとめて引けるように変わりました。これ結構ありがたいですね、面倒だったので。あ、これ回しましょう。107以上確定ですね。星5確定です。あー、スタンドの旗が赤なんで、また110ぐらいまでかな。さあ、行ったぞ。108いらないですね。持ってると思う、使ってないですね、うん。あとね、スキルが B があるのはちょっともう厳しいです。もう A じゃないと全部使いにくいですね。じゃあ、あとはこの 30%1 枚だけかな。あ、1枚だけみたい。銀が4で金だったら5です。期待を込めて。お、5、あ、4、さあ行ったぞ。4か。キーパーね、でも使わないですね。処分したらエルビッテポイントが500ですね。5万食べるとレベルの上限値1上げることができます。
使ってないですね。500ですね、処分で。あとはこれも素材ですね。なんかないかな。あ、これレジェンドカード、リベリー出るかも。5% ですね、確率。スクラッチはランクマッチの報酬。あ、ここら辺は、素材かな。なんちゃってレジェンドカードかな。あ、これは、選べるやつかな。ここか。持ってるやつはいいな、獲得済み。富安さんは、富安さんも持ってるんだよ。そんだけか。ちょっと戻って、富安さん、これですね。よいしょ、もう終わってるよね。終わってるね。あとは、持ってる選手で、しかも代表だからな、さっきのやつは。これが今自分の、デッキはこっちじゃない、いや、この方だね。カシーシャン、カシーシャンって欲しいんだね。終わってないのが、終わってない。これも代表かな。あ、でも終わってる。これはフィニアスさんももう終わってるっていうのはこれですね。これが解放されてるかどうか。5つ目の5個覚えてセンスを解放どこかね。終わってるかどうかで。しかも代表のやつだから、ホッテさん終わってる。ネイマール終わってるはず。終わってるよね。この中で終わってないのか。これ代表じゃないからクラブなんですよね。レギュラー。これも一応終わってんだろう。あ、じゃあ、育成しようと思ってる選手がいるので、それに変えるか。さっきの。これかな。これの、これか。この選手。サネ。サネ育成しようと思ってたんで、これでいいかな。これ獲得しよう。これ回しますか。4以上確定。何枚ある？ 2 枚か。4か5どっちかですね。銀だったら4ですね。銀だったら5です。うわ、4ダメだ。いやー、もう処分ですね。500で1000処分。多分使わないですね。使わない。あとはもうないかな。あ、ライジングスタジアムも終わりました。トレジャーハントミッションっていうのが始まりましたね。これはね、これかな、ゲートパスっていうのを使って、まあ、この黄色のやつと見ていいのかな。で、こう、試合して開けていくっていう。ちょっと今も、あ、持ってんな、なんか。ミッションクリアしてるんで、ここで手に入るみたい。ここら辺。あ、でもパスは、あ、パスあるな。銀でいいのかな、ちょっとこの青っぽいやつは。5枚。で、これ普通の、なんかね、試合があるんですよ。スキルを覚える。そこの中でも手に入ってたり。ここも。今やってるんじゃないかな。と思うかな。で、今の関係あるやつはね、プレジャーハントミッション。ああ、いいね、LP ってポイント。これ5万になったら、レベル上げれるんで、上限値。で、さっき言った試合はね、戻って、どこでよかったっけな、スキルで。トレーニングマッチだったかな。トレーニングマッチもいいやつな。ここで、これだね。これで試合やると、このゲートパスティに入る。そう。
そうですね。で貯めて、さっきのとこ戻って試合やって、アイテムゲットです。ここはランクマッチですね。月ごとに、個々に補充されるんですよ。超ブーストをホイッスルっていうの。ブーストっていうのがあって、10段階あって、1個上げたら能力値が60ワッツで、10段階で600。で、9と10にするとき、9段階目、10段階目にするときに超ブーストホイッスルっていうのが必要で、それを、はここで手に入れれるんですけど、ダイヤモンド以上キープしてないと、ランクがね、手に入らないんで、まあ、ずっと。で、このダイヤモンドをキープするのが、このレベルがあって、レベルが4まで。で、それを月曜日から日曜日まで、レベル4以上かどうか確認して、レベル4以上だったらまたレベルの1からスタート。繰り返しですね。3得点決める。ちょっと厳しいでしょうね。可能だったら2、3月から続き2倍。試合をやりましょう。あ、同じぐらい？あ、全部、でも、グレードより下相手の方が、というか、選手の左下の王冠のマークはセレクトスキルです。相手ちょっとシステムが違うな。3、なんだこれ ?361? ちょっと変わった、あら、でもマラドーナいるわ。これが厄介なんですよね、このワントップの。熱気渦巻くスタジアム、キックオフは間もなくです。あ、これは手に入ると思う。スペシャルスキル4回、1200は手に入ると思います。さあ、キックオフ。日本代表が自分たちです。上が青、下が白。で、この、ちょっとこう、クリームっぽい色っていうか、が対戦チーム。右サイドから、サイドから。右から。いいよ。わあ、惜しい。チャンス。右上のポゼッションは対戦チーム、左のショートカウンターは自分たち。これ対人ですね。左にあの丸がいっぱいあって、打て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 、あー惜しい。黄色がボールの位置ですね。青が自分たち、赤が対戦チームです。の選手の動き危ない。上げろ上げろ、取られる。おお、打て、やばい。やばいじゃないこれ。あ、OK、早い時間があっという間。うわ、相手も支配率上なんだね。お互いシュートゼロ。後半を迎えます。前半は良かったですね。画面の真ん中左サイド試合レベル3、自分たちのチームのスキルです。選手何人かで出すスキルですね。うわぁ、止められませんでした。相手のゴールキックになります。ここを持っていく。回されてんな。まあポゼッションだからな、相手は。カウンター一発でなんか危ない。うわー、 OK。 ここで選手を変えてきました。ここは相手のコーナーキックです。70分過ぎてんだ。こっちだ、変えた。ネイマール変えて、イシャラが入った。左の上ウィング、キレのあるドリブル。いいね。まるで鉄壁。合わせて。打て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 。打って。ダメか。いけなりそう。打って。なんか回すな。PK か。さあこの後は PK 戦へと進みます。あっと止められない。相手のキーパーすごいわ。シュート、あっと115だ。あっ
っと止められない。センス何も持ってないんですよね、自分のキーパー。これは止められた。これは負けだな。シュート決めてくる。シュート決めます。光ってるのはね、キラーカードですね。負けた。これは辛いでしょう。 PK 戦の末敗れました。まあしょうがない。まあいい試合でした。試合に負けたんでコインが3枚ですね。ただスキルは入ってくる。300かな、マイナス900されて、頑張ってレベル4以上目指します。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。